パリ6日イコール、マスモ隆一郎、今年も日本競馬界の夢は叶わなかった。世界最高峰のレース、第103回凱旋門賞、GI、がパリロンシャン競馬場で16頭によって争われ、日本からただ1頭参戦した新エンペラー、栗、矢作、オス3、は12着。11度目の参戦となった竹豊樹敷場のアルリファー、I イコール J ・オブライエン、オス4、は11着に敗れた。 勝ったのはブルーストッキング、イギリスイコール R ・ベケット、メス4、父・キャメロット、で、GI3 勝目を飾った。またも、日本競馬界の悲願は打ち砕かれた。シーン・エンペラーは見せ場を作れず、12着に沈んだ。酒井騎手がサバサバとした口調で振り返った。ちょっと残念な結果になってしまったんですけど、やりたいレースはできたかなと思います。やっぱりチャレンジしなければ勝てないですし。 今後の糧にしていいきたいスタートして道中は5、6番手を追走。最後の直線に入る前にややにポジションを下げると、伸びは見られずそのまま交代した。矢作調教師が初めて凱旋門賞の存在を知ったのは、目白武蔵18 1972着大どんだ19年当時、11歳だった少年はラジオで聞いた日本馬のチャレンジに胸を打たれ、凱旋門賞制覇を夢見た。 調教師になってからも思いは変わることなく、何度もパリロンシャンに足を運んで準備を重ねてきた。